もうさ、1月1日の5時56分なんですけど、可愛い女の子がね、ドミノピザ運んできてくれたわけですよ。いや、年末年始とか関係なくさ、やっぱりこういう方たちがね、働いてくれているわけだから私たちは生きてられると思ったら感動してしまいました。私も福袋の発送とかたくさんあって、これがめっちゃ美味しいんですよ。明太もちピザみたいなやつとポテト。だから私も仕事頑張ろうと思いました。よいしょ、いただきます。皆様、新年いかがお過ごしでしょうか。今年は喪中なので新年の挨拶は控えさせていただくんですけれども、今年もどうぞよろしくお願いいたします。で、新年一発目の動画何を撮ろうかなって考えたんですけど、よく YouTube って稼げるんですかっていう質問をいただくので、まあ、今後 YouTube を始める方の参考になればいいかなと思って、今日はそのお話をしていきます。で、 YouTube は一言で結論から言うとめちゃめちゃ稼げます。でもそれは再生数があっての話だと思ってください。例えばなんですが、登録者100万人いたとしても動画がまあ5000回とかしか再生されないよっていう話だと全然収益にはなってきません。ですが、登録者が例えば100人しかいないけれども動画が毎回1万回再生とかされるよっていう人なのであれば、めちゃめちゃ儲かってると思ってください。私の場合だと登録者が今約何人いらっしゃるのかな、今年1月1日の時点で13万7754人の登録者の方がいます。で、平均の再生回数がだいたい3万回くらいなんですね。私が例えば動画を更新して、それが再生されるのがだいたい3万再生くらいで、ダイエットの動画とかだと、まあ、10万回再生とかで、あとは食事系とか、あとは美肌系の動画だと50万再生されたりっていう、まあ、結構動画のテーマによってまちまちっていう感じだと思います。なので、まあ、そのトータルの方で見た時に収益は、まあ、結構あるんじゃないかなと思います。で、他の YouTuber さんの方の収益とかもいろいろ調べてみたんですけれども、結構差があるんですよね。やっぱりこう再生数が全てになってくるので、いくら登録者がいても再生されていなかったらあんまり稼げてないかなという感じです。で、ちょっと今鼻声で、で、呼吸もちょっとしづらいんですけど、コロナのワクチン打ってからすごい無呼吸状態というか、呼吸がかなり辛くて、ちょっと話ずれて申し訳ないんですけど、聞き取りづらかったらちょっとすいません。はい。なので、今の私の状態だと、だいたい YouTube で企業案件とかも入れるとだいたい月に200万円くらいは YouTube で稼げてるっていう計算になります。で、動画1本の金額とかは Google から振り込まれたタイミング、振り込まれた金額を1円単位で言わないといけないので、まあ、企業案件も含めた大体の概算になるんですが、 YouTube では月200万くらいの稼ぎになってるかなっていう状態です。なので、企業案件をいくらで引き受けるかとか、月に何回企業案件をやるかとかで、また収益っていうのは変わってくると思うんですけど、私の今の登録者数と再生回数、あとは視聴者さんの割合、女性が何人いて視聴者の年齢は何歳でとか、そういうのも全て計算された上で企業案件の大体の料金っていうのが決まってくるんですよね。で、私は女性が 98% なんですよね。で、日本の人が 96.4% でも、ほぼ日本人の女性で、年齢は
18歳から24歳が一番多いんですよね。まあ、なのでその女性の年齢層にアプローチしたい企業さんって何かなって考えた時に、まあ、化粧品会社さんだったり、まあ、そういったところからのオファーがすごい受けやすいよっていう状態ですね。でもし仮にこれが男性の視聴者さんが 90% いますという方に化粧品勧めたところで、やっぱり視聴者さんが男の人になるので買う人っていないんですよ。だから登録者150万人の AV 女優さんの視聴者さん 90% 男性の方に化粧品の案件を頼むっていう料金と、私に化粧品の案件を頼むってなったら、登録者数は私14万人でも私の方が確実に女性さんにアプローチできるよっていうところで、私の方が金額が上になったりするよっていう、そういう話になってきます。なので結構 YouTuber さんだったりっていくら稼いでるんだろうってよくね皆さん思われると思うんですけれども、まあ、そういった視聴者層だったりだとかっていうところでも、まあ、料金っていうのは変わってくるので、まあ、そこをねこう見るのは本人の方しかログインができないので見ることができないので、まあ、公開されている方でないと多分予想はつかないのかなと思います。なので私は結構韓国コスメさんからお話をいただいたり、しかもそれも断捨離した時に分かったと思うんですけど、結構私合わない商品とかにズタボロ言っちゃうじゃないですか。なかなか案件来ないんですよね。でもズタボロ言わずに愛用している韓国コスメさんから、まあ、企業案件が来たりすると、いやもはやお金いらないですよとか言ったりするので、もう本当に普段から使ってるんでそんな料金とかいらないんでっていう話をしたりとかもするので、本当企業さんによって料金体系っていうのはバラバラなんですけれども、だいたい企業案件は1本50万円くらいから引き受けているっていう形になります。なので50万円で1本案件動画をやっているとするじゃないですか。私がで今の登録者数と女性層で、まあ、50万円になるので、私より登録者が多い、まあ、女性に支持されている方とかだと多分1本300万とかから全然受けたりしている方とかも、まあ、多いと思います。なので私は全然多分優しい方というか、あまりそんなもらわずにやるタイプだと自分では思っているので、まあこんな感じの金額になります。なので例えば企業案件を1ヶ月に4回やったとしたら、まあ、50万 ×4 だとしたらそれだけで200万とかになってくるので、 YouTube の広告収益がもし例えば100万とかだったら、その月だけで300とか YouTube だけだと行くんですよね。まあ、なので YouTube は本当やるだけ儲かるっていう感じかなと思います。携帯としてはやった分だけ儲かるっていう考えなので、キャバクラさんだったりとか不動産のインセンティブ付きの営業だったりとか、そういうところで仕事してた方とかは結構向いてるんじゃないかなと思います。で結構 YouTube 私は稼げるし、すごいおすすめできる、まあ、働き方だなと思う点がいくつかありまして、一つ目がやっぱりお家で仕事ができるっていう部分ですよね。例えば私だったら難病の潰瘍性大腸炎っていうものを患っているので、入院中はもう病室から一歩も出れないんですよね。そんな中で動画投稿できるってすごく素敵なことじゃないですか。入院してると会社に出社ができないので、やっぱり仕事をするっていうのはね、会社員とかだと難しいと思うんですけれども、YouTube やっているというのであれば入院費も稼げますし、まあ、その場で労力使わずにできる仕事なので、うん、すごい良かったかなと思います。まあ、あとは妊娠している方とかもお家から出られなかったりすると思うんですけれども、片手間でできる仕事なのですごくいいのかなと思います。あとはいいなと思う点2つ目が、結局どこの会社でもYouTube って力を入れなくてはならない部分だと思ってて、最近だと例えば ANA さんとかですね、 ANA さんとかも YouTube にすごい力を入れているのが YouTube 見ていただければわかると思うんですよね。例えばパイロットの1日、 CA さんの1日、グランドスタッフさんの1日などなど YouTube にかなり力を入れてるんですよ。でそうなった時に、例えばその動画の編集って誰がしているんだろうって考えるじゃないですか。それって総合職の誰かが多分やっていると思うんですよね。もちろん外注
動画編集のところに外注している場合もあると思うけれども、それを社内で編集できる人が一人でもいたらすごく会社にはメリットになると思うんですよ。だから就活とかで自分が何話せばいいのかわからないとか、学生時代頑張ったことが、まあ、カフェでのバイトしかなかったとか、そういう人でも YouTube で編集技術ありますとか、自分が YouTube やってますって言うと、かなりどこの企業でも、あ、この子欲しいなと思っていただけるきっかけになるとも思います。で、 YouTube 代行の会社さんでかなり成功している方も周りに結構いるんですけど、すごい外注費用が高いんですよね。で、美容外科の先生とかも自分で SNS を伸ばして集客をするのがかなりの、まあ、醍醐味というか、どうしましたらすごいもう戦国時代っていうか、なので集客を SNS でどれだけするかっていうのが大事になってきます。なので TikTok 投稿とか YouTube 投稿を、まあ、高いお金を出して外注して動画を作ってもらって、それで集客をするっていうのは、美容外科さんだったり、どの会社さんの例えば広報さん採用のページだったりにかなり直結するので、動画編集技術とか YouTube をやってましたっていう経験は今後かなりかなり重要視されるので、そこを磨いててデメリットってないと思うし、自分でも稼げる、そして会社にも必要とされる、すごいメリットがたくさんあるなと思うので、 YouTube はすごいやっててよかったなとも思います。はい、という感じで今日は YouTube はどれだけ稼げるのかというお話をさせていただきました。ちょっと風邪気味と息苦しさでちょっと呼吸が乱れてたら申し訳ないです。もし質問とかあればコメント欄でお待ちしてます。それでは皆様、良いお年をお過ごしください。バイバーイ。